ヒーローズの実況パート150、やっていくぜ。150どころか1本も実況出してないだろ。アモアスですら最近ようやく100超えたとこですよ。まあ皆さんお察しの方も多いだろうが、今日は案件です。こういう縦型のスマホゲーの案件を受けるのは初めてですね。さて初手は開幕のムービーでも見ようかなと。伝説では、あれなんかちょっと訪れしてない。初スマホ録画だから許して。しかもこの後ムービー視聴中に充電 20% の通知来ました。ちゃんと準備しろ。まあ要するに世界を脅かす闇の勢力が出てきていて、神話の英雄たちと共に世界を救うために頑張ろう。そんな感じ。夏とかいうレベルじゃないですね。次回以降お仕事もらえなくなるわよ。はいはい、ふむふむ。あ、そういうことね。完全に理解したわ。このセリフ使って本当に理解してる人見たことないです。いやいや、しっかり説明聞いて理解したから。要するにこうして陣地にキャラクターを配置するじゃん。そんでもって戦闘開始。あとは音にしたら勝手に戦闘してくれる。プレイも説明もサクサクだな。まあでも編集とかしてる間に自動で動いてくれるのは助かりますね。なんかメインストーリーとか次のステージに挑むのも含めて全部音でやってくれるみたいなんだよな。私たちの存在意義は。いや、まあと言っても挑んでくれるだけで負けるときは負けるからな。そういったときにキャラクターの強化だったり戦闘開始前の配置とかが重要になってくるってわけよ。なるほど。単純に前列のキャラクターは当然相手の攻撃を受けやすいから、耐久があるタンク職のキャラクターを置いたりとかですね。そういうこと。ちなみに最初に仲間になるバルドル君はすでに解雇した。バルドル君。ちなみに戦闘以外にも放置で得できる要素があって、それがこの心理のラバンだ。放置してたらここの中央にお宝が溜まっていくやつね。そうそう。まあただ半日くらいで上限分溜まりきるらしいから、1日に2回くらいは開いてもらっといた方がいいな。さすがどう取ることに定評があるマリサさんです。お、ついにこれからガチャを引けるっぽいですね。スマホゲーといえばやっぱりガチャよね。初手のガチャは SSR 一人確定っぽいし、引き直し自由だから、好みのキャラがいるなら出るまで粘るのもありだな。あ、いわゆるリセマラとかはここで簡単にできるようになってるわけね。そういうこと。ちなみにマリサさんは今回何のキャラで始めたんですか？こいつだぜ。筋肉ムキムキお犬様。まあ私たち犬派ですしね。アヌビスといえば死者や墓地の神ですし、キャラクター的にもぴったし出しナイスチョイスかもしれませんって。え？なんでまだガチャを引いているんですか？今月ピンチなの分かってます。うるせえ、行こう。感動のセリフを怪我すな。でも言うて私たちありがたいことに結構見てもらえてるし、そんなに家計は厳しくないんじゃないの？先月オランジーナ100箱箱買いしてましたからね。強者かな？オランジーナがないと何もかもはかどらないんだよな。冗談はさておき、こいつを引くためにガチャ引いてたのよ。お、これは寒そう。普通にめちゃんこ可愛いですね。アヌビスといえば次はネフティスだろうということだ。アヌビスがタンク、つまり前衛で、ネフティスが後衛だからそこら辺のシナジーも考慮した。ちゃんと考えてゲームやってる。それとキャラクターにもそれぞれ所属する陣営とかがあるみたいで、例えばこのキャラだとシャドウアーチという陣営。シャドウアーチはこの水色のガーディアンに有利で、逆に黄色のルミナーク陣営のキャラに不利みたいな感じな力関係になっているようだな。なるほど。じゃあいろいろな陣営を育成しとかないと対処できない状況も後々出てくるってわけね。その可能性が高いな。個人的におすすめキャラはロキとかアポロンとかアテナとか、めちゃくちゃ有名なギリシャの神々バーゲンセールね。ちなみに理由は？いや、このゲームキャラクターの人気度が見れるシステムがあるんだよ。そこで人気度が高いキャラはまあ無難に強いんじゃないかと。なるほど。まあ真理ですね。アリーナという対人モードではアテナ、試練の地という素材稼ぎダンジョンではロキとアポロンが人気っぽい。ちなみにさっきの2位のルシファーとか今の3位の信長とかは？こいつらは UR とかいう最大レアリティだったからスルーしてる。まあ今紹介したのマジでごく一部で、使用用途によってマジで人気キャラ変わってるっぽいから、正直何引いてもまあ問題ない気はしてる。まあそれにこの動画作ってるの公開から結構前ですしね。ネクティスとアヌビスはどこでも不人気っぽかったけど。泣かないで。この演出は、おい黙って見てたけどどんだけガチャ引いてるんだよ。おーおー、UR 出たー。け、こういう医療系の見た目のキャラが正直一番好きなんですよね。かっこいいよな。UR いらないって言った手前あれだけど、やっぱ出るとテンション上がるわ。まあそれはわかる。次はキャラクター強化しとくか。下のヒーローのタブをタップ。そしたら所持しているヒーローが見れる画面に飛べて、レベルアップの項目で単純にレベルとステータスの強化、進化の項目ではキャラのレベル上限を上げることができる。ただ進化については同じキャラクターがもう一匹必要っぽいので、そういう意味では SSR の方がやはりコスパいいのかも。やってると SSR の好きなキャラもらえる剣とか手に入るしな。進化のために同じキャラ取ったりするのも選択肢の一つだな。それ以外にも同じ陣営の SR を素材にして強化する方法もあったり、他にもいろいろ育成要素があるみたいなのでやり込みがいがありそうです。クイーマー大体こんなとこかな。お疲れ様です。てかレイム、お前後半30秒無言だと思ったら完全にもう寝る体勢に入ってるじゃん。終わったら起こして。ちなみに今回はみぞれさんも同じ案件受けてんだよな。なんか一緒にやってくださいってことで。へえ、いいですね。さっきフレンドになったし早速メッセージ送ってみるか。あ、お試しとはいえ雑なメッセージ送りましたね。お、もう返信来た。よくある返し方ですね。かかったなバカめ。はい、私の勝ち。謎すぎるゲーム唐突に開始してる。アヌビスだったらむしろ負けてそうですけど。みぞれさん UR で評価ナンバーワンっぽいキャラ持ってるからね。なんか運営の方から連絡来たな。なになに。メメさん、みぞれさんと視聴者の方でバトルできるイベントを用意するので、みぞれさんとバトルして負けた方が何か罰ゲームお願いします。え、急にそんなこと言われても、私たちもマリサさんがオランジーナ爆買いしたせいでお金もないですし。じゃあ負けた方が勝った方に焼肉をおごるっていうことで。
そんな簡単に焼肉おごりとかかけちゃって大丈夫だったんですか？まあ私にかかればこの程度ちょちょいのちょいだからな。ていうか霊夢はいい加減そろそろ起きろ。焼肉食べるとき起こして。早くても2週間後だぞ。できる限り高い焼肉をおごらせてやるぜ。ジョジョ園行こうジョジョ園。すでに買ったつもりで行く店決めてるの怖すぎます。まあ自身にはしっかり理由があるわけよ。ほらみんなこの画面を。この画面は私たちのステータス画面。これがどうかしたんですか？いやいや大事なのはここ。この584000という数字な。これはすべてのヒーローの総合戦闘力ですね。そして次の画像がこれ。これはみぞれさんのプロフィール。あ、総合戦闘力23,715。け、桁が違う。ちなさっき言ってたみぞれさんとの勝負への参加方法だが、この動画の概要欄のリンクからミシックヒーローズをダウンロード。それだけでとりあえず参加条件については OK だ。この動画の概要欄からダウンロードした場合は私たちの陣営、後に上がるみぞれさんの動画からダウンロードした場合はみぞれさんの陣営、そういう感じで陣営を振り分けて勝負するみたいね。急に起き上がってきましたね。案件説明霊夢。逆にそれ以外のところからダウンロードしたらそもそもイベントに参加できないっぽいから気をつけてね。あとはイベントの詳細についてだな。まずストーリーを21まで進めたら、ここの左側に出てくる申請ってとこをクリック。そしたらこうしてイベントのページが開ける。勝敗はどう決まるんですか？勝敗については私たちの陣営とみぞれさんの陣営で合計ポイントが多かった方の勝ちだぜ。でも私たちが先に動画上げたら普通に私たちが有利なんじゃ？いやそこら辺はちゃんと考えられてて、概要欄からダウンロードして8日間までのポイントが加算されるようになってる。つまり後から始めようが期間は同じだから公平というわけだ。ほどなるなぁ。ただ動画上がってから2週間がイベント期間なので、それ以降の日付についてはイベントの対象外だから注意だ。で、その肝心のポイントはどう稼いだらいいんですか？それはここの一覧のところから確認できる。例えばクリアラッシュ。これは今表示されてる通りメインストーリーをクリアしていくとポイントが加算されていく。なるほど。これはわかりやすいですね。他にもルミナーク進化とかシャドウアーチ進化とかあるが、これはその陣営のキャラを進化するたびにポイントがもらえる。これも遊んでたら割と普通にやることだから、あんま意識しなくてもポイントは稼げるようになってるわけね。そういうことだ。ちなみにこのイベントに参加しただけでまずもらえるアイテムとかもあるみたいです。3500台や SSR と UR ヒーローのキャラクターを一人ずつ、他にもめちゃんこいろいろもらえるみたいだな。ランキングの上位10人には今表示してる景品も送られるみたいだぜ。Amazon ギフト券とかももらえるのすごいわね。私にくれ。欲望丸だし。さてこのゲーム他にもギルドとかの機能もあるみたいだから、早速作りましてっと。よし作ったぜ。いいですね。であれ？ギルドの名前、我らアンチみぞれ同盟、みぞれモンを討伐し焼肉をおごらせるものなり。決定してますね。メンバーはどうするんですか？いや悩んだんだけど、どうせなら視聴者の人入ってくれたら嬉しいなって思うから、この動画を上げた以降参加申請来たら全部通すようにするぜ。ギルドでアンチみぞれ同盟って検索かけたら出てくるはずだから、興味ある人はぜひ申請してギルド入ってくれよな。まあわかりやすい名前ではあるわね。アットホームな職場です。アットホームじゃない時にしか書いてない説明ありがとうございます。40人も入れるから多分大丈夫だと思うが、最悪溢れてしまってもさっき言ってたイベントには参加可能だから心配しないでな。無理に私たちのギルドに入らなくてもお友達同士とかでギルドを作るのも全然ありだと思います。まあギルドに関しては私たちのに入っても特段メリットないしね。いやメリットならあるぞ。私が嬉しい。むしろデメリット提起。ちなみにみぞれさんとのバトルの結果発表についてはイベントの集計が終わって結果が出たら動画で報告するつもりだぜ。確約はできないけど多分1月半ばくらいかしら。動画の半分くらいみぞれさんと焼肉食べてる動画になりそうですけど。実質お料理チャンネル。まあどうせおごってもらえるしできる限り美味しい焼肉屋に行く予定だ。正直今回のイベント視聴者の方々の協力が鍵なので私たち個人の戦力そんなに関係しませんけどね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。